八角部屋は日本相撲協会所属で高砂一門の相撲部屋。1992年5月場所限りで引退し、以降は九十部屋の部屋付き親方として更新の指導に当たっていた年より、八代八角が1993年10月に北通り切らない弟子4人を連れて分家独立する形で八角部屋を創設した。同時に十八代人幕、 十代くんが、浜、十代谷川、九代西木戸という当時の九十部屋に部屋付き親方として在籍していた、年寄り全員も移籍した。部屋の建物も、八代の師匠である北の富士が、かつて利用していた旧、伊筒部屋九十部屋のものを譲り受けて一部改装した、形となっている。2020年2月3日に東韓部屋から十二代大山が、移籍 さらに2021年4月1日に東韓部屋が閉鎖された際に14大東韓や力士ら計8人を受け入れた。現在までに関脇、北東力、沖の海や小結、海宝など9人の関取を排出している。四湖名には師匠の現役時代の四湖名から安市、北勝る、海の字が付けられた力士が多い。明治時代に初代八角が 八角部屋を創設したのが最初で、その後は雷部屋所属の元を大関、大ナルトが、首相死去後に2枚観察で2代八角を襲名して、八角部屋を運営していた。3代八角の代に入って再考され、1928年に、雷部屋の力士たちを預かっていた八大迫力が、亡くなった後には雷部屋の所属力士を引き取った。しかし、幕内、 雷の峰はすぐに立浪部屋へ移籍し、残った弟子たちの中からは、万神山が十両に昇進したのみで、1933年に三代は、鏡山部屋に弟子を譲って部屋を閉鎖した。北の富士は、千代の富士は一人でやれるし、いても、邪魔になるだけ。八角は応援してやらんと、と、千代の富士の能力を評価し、継承後の九十部屋を自由に運営できるように、 するために配慮したことと同時に、八代八角への支援の必要性があったことを遺跡の理由としている。北の富士の自宅が八角部屋の最上階にあるのはそのためである。ありがとうございます。